はい皆さんこんにちは村長です今日はスタジオワンでのオートメーションのかけ方についてとっても便利な方法でのやり方をご紹介したいと思いますオートメーションって初心者の人は全く知らないという方もおられます中級者になってもですね使い方自身がなかなか不安なというような方も多く見受けられます 今日は僕は分かってるというような方も一度見てくださいこのやり方の方が便利かも分かりません通常オートメーションのかけるというやり方は画面のここですね 最初はトラックはこのようにですねなっていますでオートメーションの機能が出ていませんが上のこの N のように見えるツールでですねこのような形になって表示オフなどこういうのが出るとオートメーションモードになったということになります今ボーカルのトラックにこのアナログのディレイを かけています通常ボリュームとかパンとかは最初から入っている場合が多いですがそれ以外のオートメーションをどうしたらいいかということですこれは今鳴らしてみるとディレイをかけてますのでこのように二重になっていますが 僕のやりたいのは一番最後のところだけをこのようにこうやって響かせたいわけです。じゃあそんな時にどうしたらいいかというのをお話しします。ここでこの今アナログディレイの画面が出ています。その時にこのバイパスボタンを 押しますと画面の左上のところがアナログディレイのバイパスとこのように変わりました例えばこれをバイパスではなくってボリュームでやりたいときはこれをギュッとこう動かすだけでこのようにミックスという風に切り替わりましたこんなに簡単にですね 切り替えが可能になっています通常はオートメーションというのはここで追加削除というのをしましてインサートしているものの中にアナログディレイがありますアナログディレイのいろんな機能を見て先ほどのミックスやバイパスがあればそれを ダブルククリックもしくはここの「追加」を押してこのようにしてオーートメーションを出してくるんですこれがまあ基本的なやり方という意味ではこれがオーソドックスかも分かりませんでもこれがたくさん多いとどれがどうなのかそして英語表記になっていますのでなかなか分かりにくいと思うんですね。 ですから、これもう一度元に戻します。まだ今のところは、ボリュームとパンだけしかありませんが、ここでディレイのバイパスをこのように押すと、もう一度確認ですが、左の上側がアナログディレイのバイパスとなりました。このところに手のひらのツールがあるので、 これをトラックのところにこのように持ってくるとはいこういうふうにしないとなかなかですねたくさんの機能をオートメーションにつけるのは難しいのでそしてこうやってそしていらないところバイパス したいところですね今の状態でこれバイパスですから上の方に黄色い線がありますけれどもこれで全てにバイパスがかかっています。ということはここだけ入れたいという時にはこのように点を作って。 かけたいところバイパスの反対にしたいところをこのように指定するとここにだけかかりますちょっと手前から聞いてもらいます 分かか。っていたただけましたでしでょうかそしてもちろんここは「リード」ですねになっていないとこの機能が果たせませんここが例えばオフになっていてはダメですのでここで必ず「リード」を選択しておいてくださいこのようにできるととっても便利です例えばこちらのトラックの方でも「 例えばこのイコライダーをかけるかけないもしくはイコライダーのボリュームをどうするという時もここでクリックをしてちょっとだけ動かせば左側の上がこのようになりますちょっと分かりにくいので同時に見てもらえるようにプラグインを左の端の方に持っていきますこのようにダイヤルをピュッと動かすだけでその機能が すべて上に出てきます通常プラグインがオートメーションに対応していたらこのようになりますのでそうなったらですねこの手のひらツールでそのトラックに持ってくるとそのオートメーションラインがここに表示されますオートメーションは展開ということもできますので 右クリックをして、エンベロープを展開とすれば、2つ以上ある場合などは特にですが、このように別トラックのようにして、オートメーションだけ他のトラックに表示できます。エンベロープの展開をもう一度押すと、こうやって中に収まります。その辺のところを便利に使えば、オートメーションをかけるのが、 苦にならないで使えると思いますぜひともやってみてください分かりにくい方は何度も繰り返し,しながら聞いてみてください僕の方は毎週1,2回プラグインについてのノウハウなどを YouTube アップしていますのでぜひともチャンネル登録などよろしくお願いしたいと思います村長でした